まだねライバル関係ぐらいな、うん、あの設定だったんで、この2人でコンビってやっていけんのかみたいな、急に次回からコンビですみたいなキャップがつけたんですけど、でもそこからやっぱりこう吹雪隊員との心の距離が近くなったといいますか、やっぱりこうただライバルでバチバチで意見が違うんだじゃなく、2人がこう意見はちょっと違ってるんですけど向かってる方向は一緒なんだっていうのに気づきましたね。ベクトルは一緒なんだよね。やっぱりだから何か地球を良くしようとかっていうことは一緒なんだよね。その多分吹雪隊員の場合はその悪いものっていうか、今まで出てきてる怪獣っていうか、ね、人間たちに害を与えるから一応ごめんなさいしようって思ってたのを2つ救うっていう、よく分かんないことを言い出すから2つ救って無理でしょ普通考えたら。それをこうやってしまったっていう、すごい人だっていう、これをみんなに共有してほしいっつって、結構わがままなとこありましたよね。うん、だ大谷選手と一緒ですよ。2つ無理だろうって言ってたの2つやって認められちゃってるって、やっぱできるんですよ。信じれば夢は叶う。すごいよね。ラスボスまで説得しましたからね。いやすごい、なかなかない作品だと思いますよ。いやだからね、やっぱりね、勝手に自分の中のこう概念ばっかりでこう生きてっちゃダメだなっていう思いますね。でも、うん、コスモスの作品って今の令和になってからやっとこう見直されると言いますか、特に感じますね。ザランが結構好きですけどね。あの出産して僕と吹雪隊員で車で行って、マイク、あのスピーカーつけて、あ、はいはいはい、でなんか熱が熱くてどんどん周りが燃えていって、で海の中でコスモスと戦って冷やしながら赤ちゃんと共に去っていくみたいな。怪獣が出産する、それを応援するウルトラマンってなかなか他にないやろなと思って、なんて今の時代に合ってるんだと思って。そうか、そう、みんなで出産をケアするっていう、ね、なんかこう少子化の今、少子化の今やっぱコスモスの先駆けだったなって、あれで改めて思いました。うん、好きだったのは山わらわとか好きだったかもしれないな。ちょっとこう子供の大人になったらそのもう遊んであげられないっていう。でも僕ヒデ君の好きだったのはイフェメラっていうのが、イフェメラもね、子供、赤ちゃん妹のね怪獣、ほら知ってる、覚えてる、言い方も好きだったんだよ、イフェメラっていう。身内のことになるとそれでね、人のことになると撃てーみたいな確かにそうだよね、今思えば自分の感覚ではダメだけど他のは撃て撃てあの北浦監督のあのトンネルの中のやつ、ムードンでしょ、ムードン。ウルトラマンってこんなにふざけていいのかと思ったんですよ撮影中に。なんかみんなでお好み焼き作るんですよね。絆創膏貼ったりなんかねお好み焼き作って、なんか本当にこんなにふざけていいのかなと思って、実際にあの作品見たらめっちゃ面白かったっていう。めっちゃ面白かったです。撮影と出来上がりが全然違ったっていうのはすごい一個覚えてますね。そう、夏休み争奪戦でね。そうそう、水着になって、ね、水着になってアハハハッて意味わかんないあの時の俺細っと思いましたもんね。吹雪隊員は隊長になって、普通この年齢になったらもう新しい隊長にして自分が退いたりしてこうなんか部署に行くんですけど、いや俺は現場にいますみたいな人なんじゃないかなって現場でやりますみたいな、常にずっと隊長でいそう、隊長か隊長補佐みたいな、なんかとにかく現場にいそうです、うん、上で、うん、人に若手にやらせるんだけど、ね、現場で指揮してそう本当に。で、あの司令室からの、あの何やってんだっていうのに、現場で起こってんだ戦いはってこう多分言うんじゃないかなってどっかで見た映画思ってます。そうですね、やっぱり、まあ、いろんなウルトラマンともコラボしてきましたけども、まあ、銀河 S だったりとかウルトラマンサーガーしかり、オーブもそうですけど、やっぱり原点であるコスモスのメンバーと新しい作品を作りたいなっていうのは切に思いますね。こうチームアイズがね、こう時代を経ってどうなっているのかを描きながら、そこに怪獣がやってきて、でちょっとコスモスの作品にもゼロとか来てほしいです。チームアイズのみんなとゼロが絡むとことかめっちゃ見たいですね。僕自身も自分の子供たちがみんなコスモスを見てきて、でやっぱりコスモスから、あ、優しいウルトラマンなんだねっていう、ね、あの子供なりに優しいウルトラマンなんだねっていうハートがずっと大きくなっていくと、あれが慈愛ってことかって気づくと思うんですよ。そういう原点にもなる
し、やっぱり他の作品でも優しいウルトラマンいますけど、この怪獣も倒さない、ラスボスも倒さないっていう最後まで突き通したコスモスという作品はもう唯一無二だと思っているので、その作品を通してやっぱり当時見てない子でもこう人間の本質の優しさっていうものをこう植え付けてもらえばなと思ってますね。はい、未だに自分でもすごく感じているのが、コスモスから学んだのが本当にさっき話した信じれば夢は叶うっていう言葉はすごい残ってて、これ何にでも対応できるような気がしてて、そこはすごくコスモスとして残してもらいたいなって気がします。何でもこうなんだろう、チャレンジしていいような気がします。そこに向かってまっすぐ頑張れば、ね、だってありえないこと言ってるんですよ、怪獣と人間助けるっていうわけわかんないね、今の時代でわけわかんないこと言っててもきっと何年後かまっすぐやってれば多分それ叶うような気がするんだよね。本当にコスモス20周年応援本当にありがとうございます。いや、やっぱりこのね、春風コンビでいられる今もすごく自分が幸せを感じてますけども、本当に皆さんがコスモスを愛してくださったからこれも実現できてますので、20周年ができてうまくいったら25周年30周年もみんなと過ごしたいなって僕は思ってるんですけど、まずはね20周年を本当みんなでお祝いして、コスモスってこんな作品なんだよって見てない方にも知ってもらって、やっぱりたくさんの方にこの慈愛の精神を届けたいなって改めて思いますので、これからもウルトラマンコスモスどうぞよろしくお願いします。20周年本当にありがとうございます。これは本当に皆様の本当に応援のおかげだと思ってます。で、なんていうんですか、僕の中では本当に信じれば夢は叶うっていうのはこうとにかくみんなに伝えていきたいことと、僕もこれから信じ、これまた信じながらまた一つ夢を叶えていきたいと思ってますんで、また25周年に会いましょう。ありがとうございました。言い切った25周年で。